どうも皆さん、こんにちは。中作のです。早速元気にやっていこうと思うんですけど、今回ですね、福井おしゃれサンスナップ第2回ということで、今回は男性のお客さん2人にご協力をいただきました。本当にこう普段からお店の方にお越しになられるお客さんたちになりますので、シューズスタイルとかもしっかりとお見せすることができるんじゃないかなと思います。まああんまし長々喋ってもあれなんで、ここはこんぐらいにしておきましょうかね。それでは皆さん、お楽しみに。あれです、映画監督と一緒です。ここから始まりますよ。アクション。アクション。じゃあ、やっていきましょう。いきますね。はい。はい。どうも皆さん、こんにちは。どうも、こんにちは。こんにちはーす。いるいるいる、ナイスノリ。まあ、中スタッフのゆきです。まあ、今回はですね、福井おしゃれスナックの第2回ということでね、まあ、冒頭でもお話しさせていただいたんですけど、まあ、うちのお客さんのお二人に今回来ていただきました。ありがとうございます。どうですか、緊張してます？いや、新鮮。あ、そう言ってもらえると嬉しいですね。新鮮です。そうですね。朝早くめっちゃ静かな。だって8時ですね。思いのほか混んでて、40分以上かかったんでちょっとやばかったですね。朝は混みますね。いや、知らんかったんですよ、ほら。だいたい11時じゃないですか、僕。10時ぐらいにここに来るんですけど、あ、朝の状況を知らなかったんで、でいつもやったらタバコ1本吸って、まあ、ちょっとコーヒー飲んで来るんですけど、なんじゃこれでこうタバコ 2,3 本吸ってて結構かかりましたね、うん、いやいやあれしかもナビでさ、あの産業会館あるじゃないですか、すぐそこに。そっから 600m 渋滞ですって言われて、うちそこなんやけどみたいなまず入れんのみたいな感じで、だからちょっと僕も新鮮な感じです、この朝の時間から。あと、あの昨日普通にお酒飲んでたんで、あの若干二日ですけど、まだその辺はご了承ください。了解です。いつも通りだと思うんですけど、いつも通りでいつもの会話ですねまあちょっと、あの本題に入っていきますね。まあ、今回、おしゃれスナップ第2回ということで、まあ、お二人にはちょっと3つぐらい質問しようと思うんですね。まあ、まず、服を好きになったきっかけ。あと、まあ、うちに来るようになったきっかけ。それと、最後は、あなたにとってファッションとは。いかにもな質問させていただくんですけど、まあ、ぜひ、あの、生きり切って、思いの丈を喋っていただければ、よろしいです。わかりました。じゃあ、早速本題の方に入っていきますね。はい。あのお二人の服を好きになったきっかけを教えてください。どっちからでもいいですね。いや、俺から。そうっすねって言って、どうっすねって。それ自分がしゃべる。そうですね、僕は割と中学校ぐらいから、あ、結構早いんですね、服は興味があって、なんかおしゃれとか、まあ、度外視したり、服は好き。おー、なるほど。組み合わせとかは、まあ、中学校ありがちな、ダサい感じ、みたいな。あれですか、あの、ピンクのチェックみたいな。そうそうそう。けど、服は好きやった。服を好きやったってのはどういうとこからなんですか？なんか、俳優さんがかっこいいとか。この時は、結構音楽が好きで、結構ミュージックビデオとか、見てると結構おしゃれな。やってるじゃない。あいつらね、バンドさんは、あいつらしてたんですねあの方たちはやっぱっ、ね、っぱかっこいい服着てやってるんで、うん、やっぱそういうのを見るとちょっと興味は、ああ、そういうことですか。でそこから
まあ、だらだらと、いろいろと趣味趣向変わりつつ。まあ、ありますね。若い時って何着ればいいかわからんじゃないですか。とりあえずいろんなスタイル手を出してくるで。で、まあ、割と自分でいろいろ試すようになったのは、大学入ってからとか。あ、いわゆるあれですか、バイトしてお金が入るようになってから。そう、自分で買えるようになったんで。ああ、なるほど、なるほど。大事やな。お金だよ。メンバーに。メンバーに。メンバーに回ってくる。いや、お客さんがいると、ほら、リアルですね。メンズ高いじゃないですか。メンズ高い。本当に高い。高校生はとか、グローバルワークとか。ああいうとこ。で、よう買ってました。僕、WeGo とか言ってましたよ。ああ、WeGo。あの駅前にあるじゃないですか、福井の。入ってます。高校の時に彼女ができて、服ちょっと気になり出して、WeGo に行くじゃないですか。そしたらそこですごいスタッフがいて。めっちゃ喋るんですよ。なるほど。めっちゃくちゃ喋るんですよ。まあ、僕もあんま変わらんかもしれないですけど、ただなんかあの、しつこくて、ずっとついてくるみたいな。でそれでなんか WeGo 嫌いになって、嫌いになってたんですね。あの、行かなくなって。他の店に行くようになって、こういうセレクトショップにお金ないけど行くようになってったのが僕のきっかけみたいな感じですか。自分の話してますよ。本当っすね。本当に。あ、そうだ、悪い癖である。自分の話してますね。でもどうします、まあでも、きっかけっていうよりは。ああ、その自然と音楽好きで。自然と好きだった。ミュージックビデオ見て、あ、かっこいいなと思って。そうですね、いろいろ着てみたいなとか。あ、すごいっすね。僕と亮と全然ちゃうっすね。見ました。あ、見ました？あの YouTube。ありがとうございます。壮大なヒストリーやったんで。いや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 、単純にモテた男と。先生に空っぽだなって言われた。残念な男と。あれはなんか、すごいなと思って、ね、なんかしっかりとしたきっかけがあったんで。いやいやいや、不純な理由っすよ、僕。ただモテたかったって。大事ですよね、やっぱね。いや、洋服に何を求めるかじゃないですか。うん。まあ、僕の前の会社の先輩は、色気しか求めないっていう人がいたんで、洋服には。まあ、それぞれのスタイルがその時に出来上がってたのかな。今、僕も女子モテ関係ない服着てます。服、うん、は、あながち服ですけど、ほら、普段知ってるじゃないですか。あれ、知って評判悪いですか。同級生とご飯食べに行ったら、基本的に私の横来ないですけど。そういうのありますよね。派手すぎるとちょっと、みたいな。そうなんすね。ちょっと、みたいな。なんじゃうるせえなやつで固くんのまた自分の話でしょ。はい、じゃあ次は。僕なんかちょっといいですか。派手すぎとかっていうのは、あれなんですけど、うん、まあ、ちっちゃい頃から、まあ、服は、自分でこうちょっと選ぶみたいな。あ、ちっちゃい頃から、ちっちゃい頃、まあ、小学生ぐらいから、これ好き、これは嫌いみたいな。あ、じゃあ、例えばお母さんとかお父さんと、服買いに行ったら、自分で選んでたんですか？そうそうそう。最初はなんか、まあ、与えられるものをですね、うん、だんだん、こう、趣味、嗜好が、こう、親と違うようになって。へ、え、ぇー。決定的に多分好きになったのは、このお店に来た時にですね。沼に。じゃあ、覚えてるんですよ。え、それはあの、次の話で。そうなんですよ、ね。次の話でしょ。かぶっちゃうんだよね。あ、かぶっちゃうんですね。そうなんですよ。だから、ファッション好きになったきっかけは、もう、かぶっちゃうな。かぶっちゃう。じゃあ、ドライスがあれですね。セレクトショップに行くようになってってことですか。そうそうそう。そうです。昔からあったけど、よりハマったのがそれです。そうです。なんか、ここ掘り下げようとしたら、また自分の話になってもらうと思うんで、次に行きましょう。じゃあ、うちに来たきっかけはこれ。シューズに行ったきっかけ。うちに行ったきっかけ。僕はさっきも話したんですけど、大学生でバイトしだしてから、いろいろ自分で買うようになって、今やっぱセレクトショップ行くじゃないですか。福井ってやっぱセレクトショップ行かないと、なかなか買うとこもない。そうですね。通販で買うってなるとちょっと怖いですね。そうですね。で、シューズはこの時に来たことはあって、実は。え？大学の時に。大学の時に、はい、じゃあ僕いない時か。いなかったかな、わかんないですけど。うん、多分いない時。いなかった。出会ってなかった。まあ、5年前から僕働いてるんで。ああ、じゃあいないかもしれない。うん、ってなると前のスタッフたちか。かもしれない。あの癖も強い。
これ見てたら怒られるかもしれないです。まあ、何もあって、で、社会人になって、こいつに誘われていったかな、一回。部会に行こうみたいな。実は、二人ともここに行ってることを分かって、じゃあ一緒に行こうよみたいな。あ、初め知らんかったんですか？おのおが中心そんなに常連って常連でもなくて、たまに、ほんとたまに行くぐらい。やったのが、行こうよって言って、で、多分、その時多分初めて会ったんですよ。ってことっすよね、だって僕も初めてお会いした時のことはあれなんですけど、あんま覚えてないんですけど、多分2人で来られてる時に話したと思うんですよ。そうそうそう。お話しさせてもらって。で、ここ繋がるんだって話はしなかったと思うんですよ。しなかった。え、嘘。覚えてないけど。まあでもそんなんもあって、で、まあね、あの、接客がすごい好きなんで。ああ、そう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 。え、何照れる？急に照れる。あげるやん。やべ、ちょっと照れるね。それで配してもらってます。すいません、ありがとうございます。まあでも、あと、品揃え好きですね。あ、うちのブランド？そうですね。そうっすね、うち、まあ、手当たり次第ありますから。そう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 。なんか、ここ来れば、とりあえず、一通り見れる感はある。他の県とかやったらやっぱ 2,3 店舗を回らないと見れない、うん、物量ありますもんね。そうそうそう。ブランドでもあるしジャンルもね。うちの社長がね、本当に欲深くて、あ、いやでもここは結構気に入ってるっていうか、とりあえず来ますしね。でもうちのスタイルってそれだと思うんですよ、うん、よくなんか初めて来る人に中途ってどんな感じなんですかって言われるんですけど、どんな感じもないんですよね。とりあえず来てくれって。そうすれば何かあるわけ。何かある。ブランドも多いし、ジャンルも多いし。え、なんか、服欲しいと思ったら来てもらえば何かしら見つかるよって。っていうお店やと思うんですよ。そう思います？いや、そう思うんですよ。そう思うんですよ。そう思ってきてます。いや、これ単純に嬉しいっすね。いや、なんか初めて聞いたりすること。言わないです。恥ずかしくて言わないです。僕もちょっと照れてます。まあちょっときっかけとは話変わってますけど、前、うん、まあでもそういう感じ。貸してもらってる理由ですかね。ありがとうございます。また割引の方でしょ。いやいやいや、単純にあの僕が優しくなるだけです。それ優しく接客される。それいらない。優しく、あ、今日もありがとうございます。それ。さあさあさあ、こちらこちらです。それいらん。あ、いらんすか。僕の優しさいらんすか。いらん。こちらはどうですか。増えるだけ。気持ち悪いじゃないか。それ普段僕優しくないみたいな。どうした？でも言われそうっすね。優しいですよ、普段。あ、すいません、ありがとうございます。優しくはないんですよ。下水だけなんですよ、下水。下水ですよ、僕。まあ、こんな感じですかね。あ、なるほど。じゃあ、これ。そうですね。僕も学生時代はお金なかったんで、ちょっとこう指を加えて。おぉ。チクショーって。欲しいな。いいなみたいな。いいな、こんなみたいな。メンズはね、どうしても。っていう、まあ、そのフラストレーションがあって、社会人になって、ちょっと、あ、これ、これいっちゃうな、みたいな。ちょっとこう、お金を持った子供が、ああ、なるほど、なるほど。お店来て、その時に、それかも最初買ったのが、マイビューティフルランタルって、おぉ。クソデカデニムワイドパンツ。あ、買ったんすよ、僕。あれ初めてですか？あれが最初で。覚えてます？あの、ここのベルト調整すれば、ウエスト閉まって、ドーンってなるか、そうそうそう、開けると、もう本当にウエストもでかい、ドーンってなる。ウエストマジ僕2人分ぐらいの太いパンツで、すげえなんかボンタンみたいな。このパンツ買った時に、こんなパンツあるんや、みたいな。でもあれかっこよかったっすよね。あれかっこよくて、そういうなんか、あんま他ではね、普通売ってないようなやつ、アイテムを買えたから、まあ、この店来るようになりましたし、おぉ。ハマってきましたね。あ、それもきっかけにもなる。そうですね。それ買ってからがきっかけですかね。おぉ。あれですね、子供のゲームみたいですね。お金もらって、よっしゃ、ゲームソフト買いに行こうって言って、スマブラ買って家帰ってハマって、みんなでやり始めて、スマブラ使おうみたいな。世代バレますよ。
デラックスまで世代バレた僕ギリ64世代ギリやから64ギリスかじってゲームキューブ行ってウィーの X あ年下だそう年下だったここは結構シューズ行って一番ギリスだでもみんな言いますよねぱっと見の僕のなんか人相的に、まあ、悪い意味じゃない老けてるとかじゃなくてなんか仕上がってるちょっと雰囲気が今すっげー容赦されてる気がするんですけど仕上がってる仕上がってる僕も最初仕上がっとるめっちゃしっくりきた仕上がってました最初来た時にあの年上だと思ったんでお兄さんって、うん、お兄さんって言ったら実は年下でもこの顔便利なんですよあの年上にあの本当に上に見られるんであ明らかに僕よりも年上だなって人が僕に敬語を使って、うん、内心ちょっとあ絶対違うのになと思いながらそのまま敬語で説明すると、うんで、お兄さん年いくつなのみたいなレシピで僕今年で24ですみたいなするとなんだ年下だけど急に手取りかかるんですよでもそれはなんか使いどころじゃないですけどここで僕つかみ OK だったんでなんなら出会った当時って20か21ぐらいでしょ成人式後ぐらいだったと思うんであの時はね髪もなくなったしだったっす。だって髪結んでましたもん。まああれですもんね。今こんなっすもん。今の印象だけ。あれしか覚えてない。色で遊び出すっていう。でうち来るきっかけがなんかそんな感じ。そうですね。お金が持っててお店行ってみたらなんじゃこのパンツってのと出会って新しい世界を知ってでこうお店の方に来ていただけるようにでそっから沼に。沼に。泊まらせて、ね、いただきましたありがとうございますいや、いい理由じゃないですか単純にあのショップ店員として嬉しいですだから逆にこれからプレッシャーつけてなんでこれ終わるじゃないですか撮影が終わった終わった後に来た時にさどんなもんを持ってくるかなみたいな気楽に行きましょう大丈夫じゃんそんな僕が勝てないどうせまたいつも通り自分の小学校の話と中学校の話と高校生の話をでもこの間おいかげさんにも言ったんですよ島工作ってものがあるじゃないですか あれ部長編社長編とかあるじゃないですか生きる島工作って言われるんだ中村ゆうき小学校編中学校編高校編でその後には社会人編っていうのがある社会人もなんかあの古着屋編みたいなああ古着屋編もあるしその、まあ、前の会社の編もあるしあでここにいる時もあるし、まあ、ちょっと YouTube で喋れないようなことちょっと多いですけど P が P がもう P へのやらしいっすP の P が P になってみたいな何もわからんかもう1分間ぐらいずっと P にしようかピー一応そういう格好できるんですよ放送社会まあ、ラジオで、10秒ぐらい黙ってたら確か放送禁止なはずなんですよ。その世間的なオールナイトニッポンとかあるあれとかもなんかそんな感じだったと思う。僕、リアルでオールナイトいけると思うんですよ。リアルオールナイトで喋り倒す。いけると思うんですよ。うん、ぜひあの、三段テーブルのラジオ局の皆さん。宣伝だ。宣伝が始まった。あの9時ぐらいから翌朝の6時ぐらいまでずっと喋り通すんでああいいんじゃないですか、うん、あいける気がするっす内容が面白かどうかはあれですけど才能です才能なんですかねでもうちのお客さんは多分聞いてもらえると思うから確かに、うん、なんならうちのこのラジオ企画も一般的な YouTube やとやっぱラジオって再生回数伸びないらしいですあんまりうんまああんまりね、うん、動画で動画見に来てラジオ聞かないそうなんですね。しかも、音だけじゃないですか。しかも、どこの誰か知らないやつじゃないですか。うちのラジオもね、そこそこあるんですよ。うちのお客さんが聞いてもらってるんで、まあ、大体100回ぐらいもあったりとか。まあ、少ないですよね、聞いても。でもあの、なんか作業してるときに iPad で垂れ流してますから。そう言ってもらえると、嬉しいっすわ。ただ、なんか明らかにその再生回数が多いラジオがあるんですよ。その回って自分でも思うぐらい面白いんですよ。ええー、その回。
え、内緒あれさん、ヒントは年明けです年明けのなんか目標を言うんで、あれ結構反応良かったんですよ。あ、はい。じゃあまたね、本題の方に戻ろうと思うんですけど、はい、また喋りすぎちゃってすみません。いい、お疲れ様です。確かに社長にも怒られてますからね。怒られてますよ。お前は長いって。お前は長いって怒られてますね。たまに不安になりますので、喋って。大丈夫。大丈夫。喋って。まあ暇な時限定じゃないですか。他にお客さんいない時はもう自分が満足いくまで喋ってます。だそうするとね、あの外行って駐車場でも喋ってるんです。駐車場では大丈夫かなみたいな。スタッフ2人があの レオさん、2人で喋ってると、あれこれ、一体誰がいるのみたいな。社長してる。さすがに怒られますよね。ほら、また長くなったから。じゃ最後にね、まあ、ちょっと名残惜しいですけど、最後の質問。いや、あなたにとって、ファッションとは、さあ、見切り倒してください。生きる時間が来た。あ、恥ずかしいわ。これ振りですから。できる。ファッションとは。そうですね。ファッションできる。ああ、いいじゃないですか。そう、ファッションとは。僕にとってファッションとは。今これアップになってますから、ね。全部使う。全部使います。あのノーカットっすよ。やめとけ。やめとけ。いや、こういうのってあの黒歴史作るためにやるんですから。悪いようにはあのしないと思うんで。するする、信じて、信じて。そういう風に見えます見えます。あーよし、振りが来たんで、これ。疲れてる。お二人の結婚式にこれ流れるかもしれない。マジか。やばい。やばい。おもろい考えだった。おもろかったですけど。あーでも面白い加工するんですよ ,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 
じゃあ、ファッションとは？僕にとってファッションとは、生きるモチベーションですかね。やべえ、これ絶対後で公開するんですよ。やべえ、持つ持ちます今まだ続けるとりあえずもう一回リピートします。編集で僕にとってファッションとは生きるモチベーションですかね。リピートでもう一回で生きり倒しましたけど、まあ、単純にこう生活していく中でこうちょっと選んだりとか服着てちょっと出かけるみたいなのが僕一番なんていうんですかね、生き生きするっていうか、あ、テンション上がる部分でもあるし、あ、楽しいです、そう、自分らしさでもあるかなと思うし、大体僕こう人からこう言われるとき、あ、その服いいねとか教えたい言ってくれることが多いんで、そういうのもあって、うん、そうですね、やっぱ、仕事とかもそんなね、真面目に働く方じゃないんですけど、そこはなんか僕何も言えないんですけど、やっぱこう服と関わってる時はすごいやっぱ自分らしく楽しくいれるんで、まあ、そういうところでやっぱモチベーションかなっていうのはありますね。まあ、衣食住ってあるじゃないですか、人間大事とされてる。で、食事、住まいはなかったんですけど、それよりも先に衣っていう洋服の言葉が入ってるんで、やっぱ人間絶対こういうものは大事なんだ。で、それをモチベーションされてるっていうのはすごいいいことだと思うし、いいことってなんか上からですね、まあ、素晴らしいことだと思いますし、やっぱテンション上がるじゃないですか、いい洋服着てそこで食べて、おしゃれだねって言われる。特にね、城のセットアップなんで、かっこいいですけど、なかなか挑戦する人いないんで。ましたね、いいじゃないですか。私はただ心配だったんですよ、本当にカメラの方で白飛びしないかどうかだけ。大丈夫だから。意外に大丈夫ですよ、しっかり映ってる。ほら冒頭でも言ってる、真っ白いのだけは真ん中にね、真っ白いのが真っ白いのがいい。これもっとひどかったら本当にバーンって、ここら辺ぼやけるんですよ。であのここら辺と、まあ、肌の色後ろのここが同化しちゃって、なんかよくわからんようになるんですよ。そんな感じが今見てて見受けられて、うん、まあ良かったなって思います。
まあでもファッションとは生きるモチベーションである。ヒヒュン。じゃあ次のターンは終わりですかね。いや真ん中で生きります。生きるふり終わった。やってくれたから。ありがとう。さっきだけにね。いやでもどうですかね。僕にとってファッションはって聞かれると好きなものになるんですかね。おお。好きなものになりますかね。大事っすよ。まあ、好きじゃないと、まあ、高いの買わないですからね。そうっすよ。だってあの言っても自己満足の世界じゃないですか。そうファッション、ね、洋服とかって、まあ、もちろん車もそうやったと思うんですけど、どこにお金かけるかは皆さん個人の自由だし、洋服が好きだからお金を使って自分の満足する服を着るっていう。そうですね。その根本がやっぱ好きだからっていうのがあります。まあ、好きだからこそテンションも上がりますし、新しい服着たりとか、まあ、そういうこと喋ってても楽しいじゃないですか。そうですね。だって今回嬉しいのがこの今中に来てるジェイダの、はい、ガラシャツと、まあ、このネオンサインのセットアップ、最近うちで購入していただいた商品だったんですけど、めっちゃナウな。おろしたてで。ほんとナウな。撮影用で買ったときは。過言じゃない。過言ではない。でもやっぱ好きだからこう。そうですね。うん、今言ってましたけど、モチベーションそれこそにもなります。そうっすね。そうっすね。まあ、おしゃれでかっこいいって嬉しいじゃないですか。うん、ですね。だんだんなんか、それこそ中学校、高校の時は結構かっこいいって言われたいから、まあ、一般受けじゃないけど、ありましたよね、周りからね、王道を切る感じ、王道を切るか、もう好きになりすぎて、もう、わけわからない、みんな分かれますからね、王道のまま突き進むのか、その、我流に行くか、そう、どっちか分かれますね。まあ、でもそういうのもなんか個性出て面白いじゃないですか。やっぱファッションって個性じゃないですか。それ大事だと思うんですよ。そうですね。ってことはあの好きだから生きるモチベーション。あんまり言わんといてください。いやいやいや、何回でも言いますよ。連呼して。お、なんすかこれ。ちなみに、なんかカウンターが来たんですよ。ちなみに、あ、僕のちなみに、皆さんにとってファッションとは、ファッションとは、これでも確かに言ってないんですよ、あのラジオ他のやつでも聞いたことないですよ。言ってないでしょ。単純に言ってないの理由としては恥ずかしい。でしょ。言ってくださいね。それを振るっていう。え、じゃ あ, あの僕にとってファッションとは、そうっすね、あのまあやっぱり僕にとってファッションとは人生そのものってすごいなって。まあでも王道来ました。そうですよね。でも実際あのそうやったと思うんですよ。だって同じ服装着てる人でもその人の人生の歩み方によって見え方って違うじゃないですか。だって僕が白 T 1枚とジーパン入っても普通だけど、アメリカにいるどっかにいるおっちゃんが白 T ジーパンの姿って超かっこいいじゃないですか。あれってその人の雰囲気があるからかっこいいんですよ。皆さんの人生のみんなの生き方、それこそさっきも言ったけど個性の出方、どういう服が好きでどういう自己表現をするか、やっぱファッションってあの鏡だと思います。自分を映す、自分の個性をいかに洋服に表してアピールするかっていうのもあると思うんで、まあ、やっぱその人の人生に寄ってくるんじゃないかなと。まあ、それこそ本当のストリートファッションですね。そうそう、僕の人生がストリートです。やっぱあの自由を求めて服を好きになってたんで、きっかけとしては自分の自己表現とか、あの王道ファッションってかっこいいですよ。なんか女子受け 100% のレイヤードスタイルとか、まあ、どこの誰とは言わんすけど、ピーナーだし、そこピー入ってる、ピーナーだね。あれもかっこいいと思うんですよ。で実際そっちの方がやっぱ人当たりはいいと思うんですよ、ね。やっぱあの間違いないスタイルですし、ただ実際僕に合わないんですよ。まずスキニーが合わない、で胸板が厚い、細いの着れない、こんな体型のやつが一般的なレイヤードスタイルしても、まあ、なんかちゃうんですよ。この間あの言っていいかな、まあ、いいか、インスタで同級生がストーリー上げてたんですよ。自由に言って
そしたらあのスキニーパンツにレイヤードスタイルをやってて、その友達がおおめっちゃおしゃれやんってコメント入れて上がってたんですよ。多分本人的にはおしゃれやった。知ってダサくて。あの、じゃあ独白がいきなり。チャンスあるわ。あ、別にいいっす、別にいいっす。あ、別にいいっす。同級生なんで別にどうでもいい。似合ってないんですよ。だって足細いのは分かってるんですけど、ピチピチすぎて、なんかラインが出すぎて嫌らしいし、で今流行りって丈短くて横広いじゃないですか。でそれを合わせてるからより足が細く長くなる。でそいつそんな足長くないんですよ。足あんま長くないけど細くて横の広いやつだとなんかバランスが非常におかしかったんですよ。で俺おしゃれだろみたいな感じでこうインサイン撮ってるんで、俺かっこいいだろみたいな、クソダセーなそれもその人のね、人生の歩んできたものが反映されてるもの。のスキニーがただ出会ってないんだなっていう、あなるほど、その自分に合うスタイルっていうの、でもそれを経て今いる彼女とかにちょっと違うよとかでこう変わっていくとまた自分に合うスタイルがあると思うんですよ。まあ、それがご本人的にかっこいいと思ってるのはそのままですよ。ただ多分知らないんですよこの世界、多分 GU とかそういうファストファッションしか行ってないからそこで終わってる。一回セレクトショップに行って、まあ、こういうやかましい店員にワイドパンツ勧められて履いてみたらこうハマった人がいるじゃないですか。犠牲者。犠牲者ってよろしくないですよ。ね、多分出会ってないだけなんですよ。その世界をご提供してあげるのは、まあ僕の仕事ですよ。人生をね、人の人生を狂わせる。なんかでかくなってますよ。やべ、生きり倒して人生って呼んでけばよかった。やりますよ、これは。昭和人生。人生の人が。見ました、YouTube。人生ですよね。人生、拝見しました。結構見てくれる人いるんですよ。いますよね、多分。逆にお客さんとかじゃないですか、ほとんど見てる。あ、お客さんしか見てないです。ですよ、ですよね。なんならこの間、初めて見た人がうちに来てくれて。あ、そうなんですか。YouTube 見ましたみたいなこと言ってたんですよ。突破もあるんですよ。その時はあの僕じゃなくて亮が接客してます、うん、その時にあの YouTube 見てます。でその瞬間僕作業中やったんですけど耳がピクッて動いて、おええ俺も行こうかなみたいな。バックインにいればねやっぱ気軽に来れる、うん、どうすんのよ、通報がめんどくさいだけで。一本取るじゃないですか。いつも、あ、それはめっちゃ痛かったです。いや、そんな愚痴られるがない。入るとき難しい。そうですね、あの、福井方面から来るとき難しい。そうです。U ターンで禁止。かといって8号国道だから行く。そう。竹区から来る人やったら楽なんですけどね。それはすごい言われます。それでも来ていただいてるっていうのは、嬉しい限りですから。しかも今日はこんな朝早くから動画の協力までいただいて好きでやってますのでありがとうございます。まあこれも僕のファッションとは人生っていうのそのまま影響していけたらいいなと思って、僕の人生もそうですけど皆さんの人生の、まあ、生活の一ページとしてグッドライフを提案できたらなと。なんかあのね、末永くチューズの方どうしましょう。こちらこそ。ヘビーユーザーとして。まあまた頼むと思うね、動画の方。ぜひぜひ。あ、ぜひお願いします。じゃあまとめとして、はい、好きになったきっかけが何だっけ。なんて言いましたっけ。ミュージックビデオ。でシューズ好きになった。とかまあそうですね。俳優さんとか雑誌とか。うん、こっち忘れちゃったんですよ。いいと思いますからね。ここ好きになったり、ここ来たきっかけと好きになったきっかけ。あ、そうかそうか。うちももともとここ好きやったんで。で、沼にハマったのがここやったっていうの。そうそう、沼にハマらされた。最高の褒め言葉ですよ。明日から僕こんなになりますよ。天狗だ。赤天狗だ。今日赤すぎない。なんなら中もオレンジですか。あなたにとってファッションとは、生きるモチベーション。で、好きならとことんということで。いや、こういう機会できてよかったですが。まあ、自分の思いのだけもね、
ついで話せられたんで、そうですね、人生とはっていうの、ファッションとはっていうのをそこメインで使ってもらえれば僕らの別にでも3分ぐらいで多分あれ10分ぐらい今回ってるんでおのおの5分ぐらい流れるかな、大尺で使ってます、大尺ですか言葉ある実はメインみたいな、メイン今日のメイン、それぞれ僕一人で勝手にどうと思います寮に悪に立たせて、寮がこう後ろからミクさん、質問です絶対やらないでしょ、人にやったら言わなかった言わない、だって言われたから言ってますだってあの原稿にないですからまあでも言えてよかったです、まあ、ゆくゆくは言おうと思ってたし、で多分あのこの企画これからも続けてくるんですけど、他のお客さんとかで、うん、裁判所は絶対それにしようと思って、でどっかしらで聞かれるなと思ってたんですよ、ただね、第2回で来るとはね、よくばっちゃった思わんかったっすね、これから来た子にそれ聞かれたら、あ、第2回で言ってるんだよこちらはぜひみたいな第2回お願いしますい生きり倒した2人がいるんでねやべえみんな、生きり倒してほしいないや、そういうふうにも仕向けて大丈夫ですぜひぜひこれから男のお客さんやら若い子とか、あと年配の方とかでもご協力いただけるならしていただければ、まあ僕の今考えてるやつと、できたら他のショップの店員さんとかコラボみたいなのとか、あとうちの前の先輩、まあ、やっぱおしゃれな人ですね、その人とか、まあ、お客さんとか、あばよくば女の子喋りたい願望だそうそう、いやレディース最近好きなんですよ、もともと好きだったんですけど、あのファッションってやっぱ流行りってメンズからじゃなくて、ね、レディースから来るじゃないですか、レディースが流れてくる感じで、レディースも見るようになったのと、最近あの女性のお客さんが多いんですよ、あ、そうだね、それこそジェイダとかネオンサインとかで、やっぱジェンダーレスで作られてるアイテムもあるから、そういうの着たりとか、まあ、マイビュー、ワーブとか、その辺こう着るお客さんもいるんで、ちょっとこうレディースの勉強も始めてるんですよ、コーディネートしてくださいじゃないですけど、この服にはどう合わせればいいですかって言われた時に、メンズの頭だからメンズのコーデしか思い込まないんですよ、うん、そこはもう初心者なんで、もう最近そういう機会が増えてきたんで、ちょっと今ね、増やそうと思って、いやそれ聞くのってこれが一番手取ればいいじゃないですか、うん、どういうスタイルが好きでどう合わせるとか、なんでね、あの喋りたい喋りたい喋りたい、服のためにね、そうそう、服のために喋りたい、ためにね、あの僕のためじゃないですよ、単純に女の子喋ってるんじゃないですよ、洋服のために喋りたい、いや、漏れとるんですよ、なんか後ろからもやもや出てますよ、欲があ、そうそう、だって買い物しかない、いや、誰で出てくれっくなる大丈夫だ、あのとこピータイってすごいな、まあ僕は包み隠さない人なんで、そうですね、だってお店でも普通に言ってますよ、女の人に私似合うって言われて、いや全然似合ってない絶対こっちの方がいいですよ、割とズバンで言っちゃうしな、洋服屋さんに行ってショップスタッフの似合ってますねってことが嫌いなんですよ、あーでも本物の人にちょっとありますね、ちゃんと言ってくれる、うん、だって嘘にしか聞こえないじゃないですか、店員の、いや匂ってますよみたいな、なんか嘘くせんで、僕まず言わないんですよそういうこと、ただ聞いてくるお客さんってやっぱいらっしゃるんですよ、でその度にこの話をする、いやあのお客さん店員さんが言うと嘘っぽくないですかみたいな話を振って、最後に、まあ、似合ってますけどねって言うとフリとオチが聞いたんで大体笑ってくれますよね提案はいろいろしてくれます、ね、おこっちもいいんじゃないですか、それはね、やっぱそれがすごいいいな、いろんなスタイル見てほしいですね、あ、そうなんすごい、そう、僕のここですよただ自分の話が長いからシワは歩くの2時間かかるって長尺っていう袋持ってからの方が長いからね、あ、そうっすね、服振り回してからみたいなレジで話すこと多いですまあ否定ができないですほらまだ長くなったんだ、やばい、そろそろ締め取らないと、そうです、ね、あの動画終わっちゃうんですよ、そろそろ、はい、終わるでしょうかね、じゃあ今回の動画この辺でお願いしましょうかね、最後までご視聴いただきありがとうございます。
今回の動画が良かったと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。お疲れ様でした。めちゃくちゃいいちゃんと YouTube やっていなかった。チャンネル登録。